おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうもー。はい、今回のテーマはこちら。衝撃、金丸義信がジャストファイブガイズを裏切りハウスオブトーチャーに電撃加入、イエイ。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画、緊急で撮っております。まあ、本編に入る前に改めて皆様どうもお久しぶりでございます。妄想プロレスチャンネルシェイクです。ちょっと今日ですね、新日本プロレス、9.24 神戸ワールド大会が終わって今直後なんですけれども、もうちょっとこれは語らずにはいられないっていう出来事が起こっちゃいましたよねと。そうなんです。もうタイトルでも伝えた通り、ジャストファイブガイズの、金丸義信選手、もう皆様愛する信おじがなんとジャストファイブガイズを裏切って、まさかハウスオブトーチャーに電撃加入 してしまいましたということなんですよ。ちょっとびっくりですよね。僕はちょっとまず、X の方で、ちょっともうほんとつぶやいちゃったんですけど、もうかなりの、もうそれが反響で、まず一つ目が、こちらですね。こちら。もう、なんかいろんなことが合点がいったというか、というのも、まず、金丸選手は、怪我で欠場してましたよね。9月9日だったかな、その後楽園ホール大会、がどこかで、まあ、ハウスオブトーチャーとの乱戦の中で、膝を負傷してしまって、そこからもう今シリーズ欠場が発表されましたよっていう中で、一つここで不思議だったのが、金丸選手が負傷で、動けなくなってしまいましたっていう中で、そういうチャンス、隙をハウスオブトーチャーって本来だったら必ず狙うはずなんですよ。でも、その金丸選手に対して何も攻撃を加えなかったっていう形だったんですよね。乱戦でありながら。これって、その時、その状況を見たファンからは、やっぱりハウスオブトーチャーの、なんていうのかな、見渡す、やっぱりこの、感覚というか、そういうところにすごく紳士感、ま、ちょっと言葉をね、選ぶのすげえ難しいんですけど、やっぱりそこはさすがだな、ハウスオブトーチャー。こういったアクシデントに対しては、あえて、そこを突くようなことはしないっていう、まあ、極悪の中にある紳士感というか、ちょっとわかんないですけど、そういったところをすごくあって、だからハウスオブトーチャー悪いんですけど、一つ、評価というか、株を上げたような出来事っていうのがその時に起こったんですが、実は実はそれは、金丸選手とハウスオブトーチャー軍がすでにその時繋がってた。っていうことが、ここで一つ推測されるんですよね。まあ、おそらく、まあ、今後の、まあ、新日本プロレスの公式サイト、並びに、週刊プロレスとか、まあ、紙面上ね、まあ、東京スポーツもそうかもしれないですけど、そこの、インタビューか、そういったもので、金丸選手とハウスオブトーチャーがいつから繋がってたのか、そしてなぜ裏切ったのかっていうような、ことを、ちゃんと金丸選手の口からね、言う機会っていうのはあるかもしれないですけど、まず、一つここで明らかになったのが、金丸選手が負傷したあのタイミングでは、もうすでにハウスオブトーチャーと裏で繋がってたんじゃないかっていうようなことが、ここでわかりますというところなんですよね。まあ、本当に、やっぱり何かが起こる新日本プロレスの神戸ワールド大会っていうのは間違いないなっていうのがここで明らかになりましたよね。まあ、毎年何かが起こってるかって言ったらそうじゃないですけど、定期的に5年ごととか、そういったスパンででっかい裏切り劇が起こっちゃうのが、今回神戸ワールド大会っていうのが一つまたここで証明されたような形となりましたよね。まあ実際、今回の神戸ワールド大会も4000人以上のお客さん集めてマイマークついてたので、やっぱりそこの部分の、まあ、ね、ジャストファイブガイズファンからしたらちょっとたまったもんじゃないでしょうけど、やっぱり神戸ワールド大会おもろいなっていうのが、これで一つ証明された結果となったんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。そして、二つ目の僕の X のつぶやきがこうなってるんですけれども、
まあ、これは本当に一旦落ち着いて今回何が起こったのかっていうのを私なりにちょっと書いてみたところなんですけど、ジャストファイブガイズはただ単純に戦力を一人奪われただけではなく、最年長キャリアの頼れる兄貴分であり頭脳を失ったに等しいと。そしてハウスオブトーチャーはディック統合に匹敵する悪の戦略家ヒールマスターの獲得に成功したと。で、対ジャストファイブガイズへの優勢なだけではなく、新日本プロレスマットの中の勢力図を塗り替える可能性も大いにあり得るんじゃないかっていうのを思いましたと。まあ今ね、ジャストファイブガイズとハウスオブトーチャー軍っていうのは構想中であるんですけど、それ以外の部分でもこれはかなり大きな、戦力の補強になったんじゃないかなっていうのを思うんですよね。まず、ハウスオブトーチャーって、もう結成してからずっと4人だったじゃないですか。それが、ここの、長い空白期間というか、4人のずっとやってきて急遽5人に増やした。もともともう最小人数でやっていくっていうのを、新日本プロレスの、中にある全タイトルを総なめする最小人数で回していくっていうのを言ってたにも関わらず、ここで一人追加と、そして入れたのがヒールマスター金丸義信選手っていう中で考えた時に、ハウスオブトーチャーってすでにディック統合っていうもう戦略家頭脳がいるわけですよ。そこにもう一人金丸義信選手っていうまたもう一つの悪の頭脳が加わることにより、とんでもないぐらいのまたこの波及力というか、まあ、戦略考える幅っていうのが広がってきたんじゃないかなと思うんですよ。で、まあハウスオブトーチャーに入ったということは、バレットクラブとのね、ハウスオブトーチャーで共闘してる部分があると思うので、バレットクラブと金丸選手の絡みっていうところもこれからは期待できるっていうことなんですよね。これね、何度も言いますけど、ジャストファイブガイズファンからするとたまったもんじゃないんですけど、新たな世界観っていうのが今後ね、広がっていくとなると、非常に面白くなってくるなと思ってますね。やっぱりこの、太一選手と金丸義信選手の間柄っていうのは皆様ご存知の通りだと思うんですけど、まあ、真田選手と太一選手とはまた違った信頼感っていうのが太一選手とあったわけじゃないですか。それをあのような形でウイスキーミストをぶちかまして、裏切ったわけですからね、試合中。そして、太一選手の持つ KOPW2023 のタイトルを、まあ、ダッシュして、今、現時点では、翔選手が KOPW2023 のタイトル保持者という形になりますと、っていうところなんですよ。まあ、元ね、鈴木軍のエル・デスペラウト選手は、このことに対して、本当に第三者的な目線で、非常に面白くなってきたみたいなことを言ってましたよね。だから、ディック・統合選手と金丸義信選手っていうタッグが見れるんじゃじゃないかって、もうプロレスリングマスター同士の、そしてヒール頭を持つこの2人のチームっていうのは、とんでもないぐらい対戦相手からしたらジュニアだけじゃなくヘビーの選手をもうてんてこまいにさせるぐらいの力っていうのが大いに期待できるんじゃないかな。だからそういった意味では非常に面白くなってくるような気がしますよ。これはもう本当にね。まあ、僕自身は、直接的なジャストファイブガイズ大ファンっていう形じゃないの、客観的な意見を言いますけど、非常に面白くなってきたなと。そして、今度控えております、サナダ選手対イーブル選手の、世界ヘビー戦。ね。これ黙ってるわけじゃないっすよね。ただ単に1対1の試合になるかって言ったら、そう絶対ならないと思うわけですよ。だって、今回金村選手が入ったことにより、ハウスオブトーチャーとジャストファイブガイズ、ハウスオブトーチャーの方が数的有利に立ったわけですよ。5人になって、ジャストファイブガイズは4人になっちゃったんで。ということで、ランバージャックマッチやってやるよっていう形でイービル選手が、受けて立つ形となりましたと。まあ、やっぱりね、絶対的に勝利を大優先する、ハウスオブトーチャー軍なんで、こうなってきた以上、向こうのね、言うことを聞いた方が自分自身のチームの、そして自分自身の勝率が上がると踏んで、イーヴィル選手は、ランバージャックマッチを受けたんじゃないかなっていうところがそこにありますというところなんです。はい。まあ、あくまで今日この中では、出来事と、なぜこういったことが起こったのかっていうところのね、過去のやっぱり金丸選手の負傷時になぜハウスオブトーチャー軍が
あの攻撃しなかったのかっていうところがここで一気に紐解かれましたよっていうところをお伝えしたくてこの動画を出させていただきました。もう正直言って今回この出来事については皆様思うことがめちゃめちゃあると思いますんで、下のコメント欄まで今の皆様のお気持ちをどしどしとあの書いていただければと思います。というわけで最後まで見ていただいた皆様どうもありがとうございました。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見ご感想をこの YouTube のコメント欄、Twitter のコメント欄、DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマについても随時募集させていただいておりますので、この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてどう思いますかみたいなことを投げていただければ、ちょっとお時間いただくかもですけども形にしてお届けしたいと思っておりますので、皆様こちらもよろしくお願いします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらをポチポチと押していただきまして、これからもこの動画を楽しみにしていただければと思っております。はい、というわけでお届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。皆さんこれからもよろしくお願いいたします。バイバイー。